こんにちは、すみやです。今日はニューシースターについての第2回目です。またね、 ZWO から新しい画像がアップされていました。サイズが分かりましたよ。すごいですね。ものすごく小さい感じですね。はい、私の見込みでは高さがシースターより数センチ低い、20センチぐらいですね。幅が、まあ、どっちの方向か分かりませんが、8センチぐらいということで、これがぐーっと動くんでしょうかね。はい。で、ここにドワーフ3があるんですけれども、ドワーフ3のこの高さがですね、ちょうど、はい、21センチぐらいかな、20センチちょっとなんですね。ですからドワーフ3を立てた大きさとほぼ同じぐらい、それより若干小さい感じですね。ドワーフ2と同じぐらいの大きさかもしれませんね。それからドワーフ3はですね、厚みが6センチぐらいかな。そうですね、厚みがね 6.5 センチぐらいですから、それよりは若干厚みがあるって感じですね。で、この横幅がどれぐらいなのか分かりませんけれども、シースターでいうとね、こっち側ですね、こっちの幅がドワーフ3とシースターはほぼ同じぐらいですから、この幅がどれぐらいになるのか、これがね、もうちょっと小さくなればドワーフ3とほぼ同じぐらいのサイズ感になるっていうか、ドワーフ3よりも一回り小さいかもしれませんね。そうなってくると重さもね、ドワーフ3とほぼ同じぐらいの重さでしょうから、ドワーフ3は 1.3 キロぐらいですから、多分ね、ニューシースターは1キロちょっとぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますね。1キロを切るかもしれませんね。そこはちょっと難しそうかもしれませんが、ドワーフ3とサイズ感はほぼ同じ感じ、幅はね、長さは若干小さいという感じになるんじゃないかなというふうに思います。アップされたサイトでは小なお兄弟って書いてますね。はい、タイニー&マイティ、小型で強力ということですね。はい、シースター S50 よりはサイズが一回り小さいので、口径ももちろん小さくなるんですけれども、性能はいいですよという意味ですかね。はい、非常に期待が高まりますね。もっと大きなね、口径のシースターを求めていた方もいたようですけれども、私はね、多分ね、次のシースターが発表されるとしたら、さらに小型のものが出るだろうなと予測していたので、予想が当たったような感じですね。はい、シースターニューバージョン、あとはね、センサーサイズとか口径が本当にどれぐらいだとか、それからどんなセンサーを積んでくるのか、その辺が気になりますよね。それ以上に何よりも値段が気になります。はい、シースターが日本で買うと8万円台ですけれども、多分ね、小型なので8万円をさらに下回ってくるのかもしれませんね。はい、6万円台とかになったらすごいですよね。ドワーフ3が今日本で買うと8万いくらですから、それよりもね、安くなってくると、これはね、低価格競争が始まるんじゃないかなと。ドワーフ3もね、きっとこのシースターのニューバージョンを意識してさらに値下げがあるかもしれませんね。スマート望遠鏡を買いたいと思っている人には非常にね、この価格競争も気になるところですよね。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えいえいと。